ヘラクレスの、うん、あの女神様にちなんで、うん、ちょっと女神っぽいドレスで来ました。どうでしょうか。ちょっと申し訳ないですけども、ゆっくりちょっと回ってもらってもいいですか。はい、もちろん行きます。はい、はい、可愛い子を撮ったりするっていうのが多くて、うん、まあでもあのメーカーによっても結構採用する人のタイプが違うみたいで、うん、そうなんです。例えばまあバラバラのメーカーなんですけど、うん、例えば朝日がギャル系が多かったり、うん、私の見方だとえ、朝日はギャル系の売り子さんが多い、はい、そうなんですよ。で、うん、キリンはなんか、うん、女子アナっぽい清純な清楚な感じ、うんうん、の子が多かったり、あと恵比寿、ね、ごめんなさい、札幌ですね。あ、札幌、札幌は、うんうん、あのちょっとなんていうの、ロリっぽいっていうか、ちょっと可愛らしいみたいな。小野さん、僕はね楽しく聞いてますけれども、はい、こういったイベントで結構踏み込んでますね。そうなんですよ、はい、ごめんなさい。いや、とんでもないですよ、はい、でも私が見たイメージだとそうで、あ、まさかね、はい、こういうイベントでねナショナルクライアントが出てくるとはね思わなかったですけど、我こそが日本のヘラクレスだと言い張る屈強でダイナミックなボディの持ち主が集まっております。うわ、あれ、いやー、切れてますね。優勝候補です。優勝候補が これ以上の方が出てくるっていうのは想像できないですけどね。かもしれません。あー、すごい、カップ、これ超すごいカップですよね。ちょっと待ってください、私よりあるかもしれないですよ、それ。いや、ちょっと並んでもらってもいいですか、ちょっと小野さん。うん、うん、すごくないですか。いや、まあすごいですけれども、本当に、まあ、ちょっと血管話してもらいましょう、ね、ちょっと、いいですか、もうこの筋、ここの筋とかこことか、うわ、かっこいい、すごいですね、あー、すごい、こんなこと聞くのもなんですけれども、後藤さんおいくつですか。66。日本のヘラクレスは後藤さんです。出た、後藤さん、このボディービルダーの皆さんを見て、はい、一言最後にお願いいたします。筋肉大好き。あの、基本的にザ・ヘラクレスなんで、やっぱり筋肉のいい男性は好き。今日もっと好きになりました、はい、イベント中もね、なんかうん、ボディービルダーの方たちに不必要にタッチしてましたもんね、はい、そうです。触りたくなっちゃう、ペタペタしたくなっちゃうんですよ。実際にお姫様だったんですか。いやー、もうすごい、でもなんかもうお姫様抱っこってちょっとフラフラしちゃうかなと思ったんですけど、もうね、安心、安定感っていうんですか、安心しました、それで、はい、これまでされたこととかは。今まで私なかったです。初めてのお姫様抱っこでした。じゃあお姫様抱っこの初体験が先ほどの後藤さん、はい、後藤さんです。後藤になるんですね。まさか66歳でしたっけ、5歳の方が初めて お姫様抱っこしてくれるなんて夢にも思ってなかったですね、はい、はい、あ、そうですか、あ、そうなんですね。僕だから映画心理カウンセラーなんていう形でも仕事してまして、はい、その時パッと思い浮かぶ好きな映画3本言ってもらったら、その人の深層心理を暴くなんていうのをちょっとやってるんですが、ちょっと小野さん、じゃあちょっとやってみてもいいですか。お願いします。いやいやいや、今パッと思い浮かぶ好きな映画3本ちょっと言ってもらってもいいですか。はい、ザ・ヘラクレス、ドラえもん、青天の霹靂。あー、ザ・ヘラクレス、はい、青天の、ドラえもん、ドラえもん、うん、青天の霹靂。なるほど、ドラえもんはスタンドバイミーですか。はい、最近見た、なるほど、小野さんの、映画心理分析、出ました。
これすぐ出るんですね。1本目2本目3本目でどんな作品を言うかってものすごく自分の性格が出るんですが、はい、まず1本目というのは自分がどういうふうに見られたいかという作品なんですね、はい、そんな中今ザ・ヘラクレスというイベントをやってすぐ言うっていうあたりものすごく計算高い方いやそうなっちゃうんですよ心理分析的には本当なんです。あと2本目の、例えばそのドラえもんと青天の霹靂、はい、まあ、最新作と言ってもいい作品がこうラインナップボンボンボンって上がってきたじゃないですか、はいはい、こういうことはどういうことかっていうと非常に男性に流されやすいタイプ。いや要は小学校の時見た映画をずっと好きなのか、はい、最近見た映画を好きなのかっていうことによって男性に関してはこう目移りしてしまうという傾向があるかもしれないです。ただスタンドバイミューを上げたっていうあたりでいうと2本目根底に流れるテーマな部分なんで、まあ、非常にこの感情が豊かというかなんかその起伏が激しいというかいい意味で感動屋さんなんですが悪い意味で言うと付き合ってる男性とかにたまに癇癪を起こしてしまうタイプだ怒っちゃったりする時があるだイッとする時もあるのかななんていうふうに思いました。以上映画心理分析でした。ありがとうございました。そうですね、意外となんかツイッターとか調べるとあもののかしたたかだなみたいな出てくることがたまにあるし、うん、でも自分ではそんな計算とかしてないんですけどね、うん、そうですよね、うん、はい、おかしいな。15年前に篠原智恵さんも同じようなコメントしてました計算なんかしてないんですよって言ってましたけどもね今はね計算してましたって言いますけど、ね、余計な話すいません、ね、ここだけ使えればいいのにね余計